はい、どうもこんにちは、KZR です。今日はですね、プログラミングを習慣化したいということでね、今日から1日30分間集中してプログラミングを勉強する動画を上げていきたいと思います。皆さんはね、何か勉強したいことがあったりだとか、集中したいことがあったりする場合はね、僕の動画を流しながら一緒に勉強を頑張っていければと考えています。では早速始めましょう。じゃあスタート。
はい、じゃあ今日の文の勉強は、これぐらいで終わりとしたいと思います。はい、で今日勉強した文なんですけど、まあ、基本的に僕が勉強の時使うのは、キータの記事だったりとか、キータっていうのはそのプログラミング勉強向け、そのエンジニアの方向けの情報共有サイトなんですけど、まあ、それを見て勉強したりだとか、あとは、Google が公式で出してるこの Google Developers っていうサイトの、まあ、チュートリアルコースとかですね、そこを見ていても勉強してます。 Android アプリを作りたい理由としては、僕はあの今までアプリを何個かリリースしてきたんですけど、まあね、今までずっとその Android Java を使ってアプリをリリースしてきたので、まあ、今回ちょっとね、コトリンというその Android Java に今置き換わると言われているその新しいフレームワークを使って、まあ、ちょっと今後アプリを作っていきたいなというところで、まあ、勉強を始めました。これをね、ちょっと何日も何日も続けていけばね、ある程度そのいろんな Android を開発するための、まあ、コトリンで開発するための知識っていうのは、まあ、つけれるんじゃないかなと思います。はい、では今回の動画はね、以上で終わりとなります。今回の動画が面白いなとかいいなと思った方はね、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。僕の運営するブログ、KZY テック、日本脱出の教科書というブログでも、海外転職についてとか、あとはダナンでの生活について、あとはプログラミングについて、記事を書いているので、そちらもぜひよければ、ご覧いただければと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。 Have a nice tech life.